有望な無料フォーセットサイトがなくなりました。ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回は4つほどお話ありますので目次作りました。まずパイネットワーク11月18日に更新されましたのでそちらの解説していきます。2つ目、セリアのアプリが更新されました。ちょっとね変わったので解説します。で3つ目ですね、キディアーナーなんですけれども残念ながらね終了しましたということで、はい、解説していきます。で4つ目、いつものようにねオーバープロトコルの今日のクイズの回答を共有します。はい、それではねまずパイネットワークですけれども11月18日にトップ画面ね更新されてます。いつものように日本語で見ていきますけれども、パイコマースローカルイベントの名前付けにご協力くださいということですね。地元の商取引におけるパイの有用性を高め続けるために先駆者たちが最近共有したコミュニティ調査のフィードバックを受けて世界中の地元のパイ統合企業販売者コミュニティが参加する複数日間のイベントを準備しています。このイベントの命名についてご意見をお待ちしています。一般英語チャットルームのパイコマースイベントの命名トピックにアクセスし11月27日までに名前を提案または投票してください。詳細についてはすぐに共有しますと、はい、いうことですね。まあイベントをやるということでそのイベント名ですね、2年前、3年前くらいかな、パイの、インベンションというのがね1週間か2週間にわたって開催されたんですけれども、その時も同じようにね名前募集して、でパイコインベンションっていう名前になったんですけれどもね、はい、そんな感じで今回もこうパイネットワークのパイにちなんだ名前をつけると採用されやすいんじゃないかと思います。はい、でこのねシェア、インプットというところですかね、こちらをタップするとパイチャットね立ち上がりまして、そのこれですかね今回、はい、このチャットの中でまあ名前を提案するという感じでしょうか。で結構ね、はい、まあいろいろパイグッズネットとかまあいろいろ提案されてるんで、まあいいと思ったものがあればねいいねボタンを押してあげて、まあ、ご自身でなんかこの名前いいんじゃないかと思ったものは投稿してみてはいかがでしょうかということですね。はい、であとこの右側のねこのサーベイビデオというところをタップしますとこの YouTube 動画始まりますので、こちらについてはね以前の動画で、はい、日本語字幕の解説動画作ってますので、気になる方はこちら合わせてね参考にしていただければと思います。はい、パイネットワークねまだやってない方ぜひねこちらの QR コード読んでいただいてアプリダウンロードして始めていただければと思います。はい、詳しい遊び方登録方法を解説してますのでこちらの動画参考にしてください。はい、そして2つ目ですね、セリアがアプリアップデートされましたということで、ツイッターの方にね、アップされていました。日本語訳見ていきます。2つの新機能がリリースされました。1つはセリアマイニングストリークで報酬を獲得。2つ目が24時間、12時間、6時間のマイニングの選択ということですね。で、Google Play で、はい、アプリ登録している人はアプリ更新してくださいと。で、iPhone の方はね、Web の方でね、やっていただければと思います。はい。で、はい。でこちらがその2つ目の投稿ですね。でアプリ実際にね開いてマイニングになると、まあいつものようにマイニングのタップボタンを押していただくとこんな感じで3つのマイニング時間選べますとね、3CLT で6時間 5CLT で12時間 6CLT で24時間ということで、これ今倍2ってなってるので2倍のねキャンペーンなので、いつもはこの半分しかもらえないって感じですね。はい、でこれがね、それぞれじゃあ1日で最大いくらもらえるのかっていうと、6時間だと4回回せるので 12CLT もらえますよと。で12時間ねだと2回回せるので 5×2 で 10CLT で24時間で 6CLT ということで、やっぱりこまめにねタップして、まあ要は広告をねその分表示させるのでっていう感じだと思いますけれども、6時間にした方が稼げますよということになるかと思います。はい、で一方でですねツイッターでねこんな感じでアンケートを取ってまして、でこのアンケートを見ると皆さんやっぱり24時間に1回で十分だとね、結構やっぱめんどくさいですね、4時間6時間に1回っていうのが、
はい、なので、まあ、私も24時間に1回にしようかなと。ただ24時間に1回だとちょっとね報酬が少ないので、でまあ今までね、マーズと同じようにね8時間に1回だったので、私はマーズと合わせて8時間に1回で回したので、まあ、そのペースでやるんだったら、まあ、ちょっとね少ないですけれども、まあ、6時間ねマーズと合わせて、まずマーズを8時間に1回更新するタイミングでこの6時間のボタンを押せばいいかなということで、そうするとまあ 3×3 回ですね、 9CLT はもらえるので、まあこの12時間に1回よりは少ないですけど、24時間よりはちょっと多いということで、はいね、まあ、マーズの8時間と合わせて、ね、6時間で回していくのが私はいいかなと思ってやっていきます。はい、でセリアね、まだやってない方はぜひねこちらの QR コード読んでいただいて登録していただければと思います。詳しい遊び方についてはこちらの動画で解説してますので参考にしてください。はい、そしてキディアーナーなんですけれども、昨日からですね、つながらなくなりましたということで、で、もうメンテナンスとかじゃなくて、もうね、URL もなくなってますよということなので、もうこれはもう完全に飛んじゃったということになるのかなと思います。非常に残念ですね。で、結構ですね、1週間か2週間前くらいからですかね、この、出勤の画面がいつもはこんな感じで、ね、いろんなコイン選べてたんですけれども、1週間くらい前からかな、なんかもうトロンしか選べなくなっていて、かつトロンで出勤しようとしてももう残高ありませんよとね、十分なこのトロンを出勤するためのあのね運営側の資金がありませんよということだったので、まあこれはもうダメかなと思ってたら昨日からね、はい、繋がらなくなりましたということで、残念ながらね、キディアナについては終わってしまったということです。結構ねやっぱり有料なフォーセットだったのですごくまあ残念ですけれども、結構ねやっぱりフォーセット業界、人気がないフォーセット、知名度が低いフォーセットですかね、はどんどん淘汰されていくので、まあ、結局残るのは大手ということになっちゃうんですけども、まあ、結構ねキディアナ使いやすくて出勤もしやすくて即時ね出勤も反映されるので良かったんですけども、まあ残念ながら、はい、終わってしまったということで、またね、いいフォーセットサイトを見つけたら共有したいと思いますのでね、引き続き、はい、動画をご視聴いただければと思います。はい、そして最後ですね、今日のオバプロトコルの回答ですけども、今日の回答は、ブロックグラフィティというところを選びました。参考にしていただければと思います。オバプロトコルのアプリはね、こちらの QR コード読んでいただいて、紹介コード入力してください。詳しい遊び方、登録方法については、こちらの動画を参考にしていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。